チャオ、あっちゃんです。今日3月、チャオは4月の3日、あっちゃんのうちの晩ご飯、今日スーパーモリカでね、お刺身買ってきたから、お刺身にしてんだけども、お刺身だけでちょっと足らんから、かぼちゃを煮ようかな。と、しいたけでも焼こうかな。うんで、サザエとかサンマまた明日、明後日ぐらいに使いたいと思います。はい。では、作っていきたいと思います。では、かぼちゃ。かぼちゃをね、お茶をね、切るのが硬くて怖い、ね、手が痛いしね、切りたいと思います。よっよっよっラップでこれをえぐり取って、ビートってはいいけど、種どこいとこまで食べたろ。スプーンとかでやったらいいんだね。よいしょ。あとは種は種で、いつか何かに、いつかでもないな、明日にでも炒めてしか行って子供におやつにしたいと思います。結構うちの子ね、こういう昭和初期チックなおやつが好きなのよ。では、かぼちゃ、これ100円のかぼちゃ。行きましょう。では、ほっ、固い。よし。怖いよね、このかぼちゃを切るのって。ああ、硬い。量が多いね。何でいいかな。ひたぐらい。で、あと味。味付け。ちょっと、ね、砂糖。み
りんだけでもほんまはいいんだけど ね、 ちょっとね砂糖多いめに入れやんとね甘くないかぼちゃが多いんでね。醤油、醤油大さじ2ぐらい、リモン大さじ2ぐらい。鮭、鮭がないの。鮭買ってきたはずやねんけどな。あれ、鮭こんだけしかない。大さじ2ぐらい、1しかないわ、1ぐらいしかない。はずやんけどな。ちょっとないから白ワイン入れとこう。これで、落とし蓋して火にかけときます。この前買ってきたね、こごみ、こごみをね使いたいと思います。こごみをね、さっとね茹でてアク取ってマヨネーズで食べたら美味しいって聞いたから、うん、すごいね、なんかこんな気持ち悪気持ち悪いからね。さっとさっと洗います。なんか気持ち悪い。こごみって聞いたことあんねんけど食べたことないのよ。うん、ちょっと食べてみます。と待つ間にね、もう一品作りたいけど、もしでしたっけ、お味噌汁を作ると思うんだけど、今日はね、大根おろし、大根おろしを、大根おろしときます。で、おお、ね、お湯が沸いたからここに、処理します。もうね、茎をね、30秒ぐらい茹でて、あちゅう湯気がすげー熱い。あちゅう行こうとした。では、お味噌汁を作ります。お湯にね、かつおのおだしに
大根おろし、大根おろし入れます。塩入れようかな。塩入れたれ、練り梅、梅肉、おう半分ぐらい、10センチぐらい、はい、煮えてきたらはんぺん入れます。味噌といたら完成。ちっちゃい泡立て器どこ行ったやろ。あれ味噌とぐのに楽やったのに。OK、うん、ではいただきます。食べるよ。スカットジャパンに一生懸命見てるんですから、スカットジャパンで。では、お待たせしました。うん、美味しい。やばせ。お待たせしました。当店特製のハンバーグです。うん、ご。うん、美味しい。マシマシ。こごみを、人生初こごみをね、マヨで食べたいってことは、マヨで食べます。うん。お客様に喜んでいただける料理を提供する。うん、あんまり癖ないわ。うん。こんな味するんや。なんとも言えへんね。何をつけるのか食べてみようか。うん、こんなね、あんまり苦味もないし癖もないし美味しい。これ、うん、あ、いいかも。かぼちゃ、これはね、ベチャベチャじゃなく結構しっかりしたかぼちゃ。うん、砂糖入れてよかった。甘みがすごい薄い。うん、美味しい美味しい。うん、栗かぼちゃっていうの、栗南京っていうのかな。さっき買ってきたシューマイ。うん、美味しい。ランサーの提供でお送りしました。うん、おいしい。1個でお腹いっぱいになるじゃな。結構大きいな。これ食べてみよう。そんなしないし、おいしいわ。マヨつけてな。見た目、食べてみ。
前足らんでもう一回前足したらいいから光も多分これ光もいけると思う、うん、どう？癖ないやん。味せんやろあんまり。え？不思議すぎる。不思議すぎる？不思議な味？これミカルコーン。まずそうだ。でも見た目まずそうやねん。食べてみ。気持ち悪いねんけど。でもな、でも茎食べよ。前つけて。的にそんなに悪くないってそんなビビりながら食べやんでってきたら頭全部食ってんねって頭全然普通にいけるって食えよ味せんへんやろ食えよ光るはダメみたいそんなね癖もなんもないよこれから帰ってきた食え不思議や不思議やわ味せん見た目、うん、見た目気持ち悪いよね思いつきで作ったはんぺんのお味噌汁あ、おいしい大根おろしがすごいおいしい、うん、ポン酢をねポン酢をちょっと刺身ポン酢で食べたらどうかなと思って。うん。何カルパッチョみたいな。うん。いやもうシューマイも。あのさ。うん。超美味しいな。やっぱりして。美味しい美味しい。落ちると思ったからどうしようまい、うん、今日ウニ来とって道の駅、うん、でもう店じまい桜がな今日まだ咲いてへんから店じまいするから半額って言った、うんうん、試食させてもらったら美味しかったミラまんじゅうも美味しかったけどミラまんじゅうあるからニラまんじゅうは試食した。来た。なんでやねん。ニラまんじゅうの方が美味しかったね。もうニラまんじゅう家にあるから、もういいわ。冷凍して凍ってるから。両方買うか迷ってんけどな。うん、刺身大好きだから刺身多かったちょっと多いかなと思ったけど行き過ぎなのね、シューマイ嫌いやりとった量ががっつり食べてるぞ美味しい、うん、551のシューマイ美味しいね。で、551のシューマイと餃子と豚まん買ってきて、な豚まん食べて、餃子食べて、シューマイまずいって食べへんねん。551美味しい、ね。終わり。ちょっとおかわり取ってきます。ということで、あとまたね、ゆっくり食べていきたいと思います。では、またね、バイバイ。